源氏物語、源氏物語、各条のあらすじ、宇治十条、夢浮き橋、夢浮き橋は、源氏物語54条の、第54条、第3部の一部、宇治十条の最後。源氏物語の多くの巻名が、本文中にある言葉から取られているが、この、夢浮き橋という言葉は、本文中に見られない。藤原定家の古注尺、源氏物語奥入りでは、 出典未章の子か、世の中は、夢の渡りの浮き橋か、打ち渡りつつ、物をこそ思えに関連するとしている。なお、本庁は、法の死という異名で呼ばれることがあるが、この、法の死という薪名は、本庁中の薫の歌、法の死と尋ぬる道を知るべにて思わぬ山に踏み、枠不かなによっている。薫28歳の夏の話。薫は、比叡さんの奥、横川を尋ね、 物で出家した女について想図に詳しく尋ねた。その女は浮船に違いないと確信したカオルは夢のような気がして涙を落とした。その様子を見て想ズは浮船を出家させたことを後悔した。カオルは想図に浮船のいる斧への案内を頼むが想ずは今は難しいが来月ならご案内しましょうと述べる。カオルは浮船への口添え文を想図に懇願して書いてもらう。 その夜、横川から下山する、薫一行の松明の日が、浮船がいる斧の世からも見えた。妹にたちが薫の噂をする中、浮船は、薫との思い出を払うように念仏を唱える。翌日、薫の使者として、浮船の威府亭小気味が斧を訪れた。朝早くに、曹図から、前日の事情を知らせる文が届いており、妹にたちが、 浮船の蘇生に驚いていたところだった。小気味が持参した想ズの分には、カオルとの復縁と原族の進めをほのめかしてあった。すだれ腰に、微不定の姿を見た浮船は動揺するが、結局は心を崩さず、妹にの取りなしにも応ぜず、小気味との対面も拒み、カオルの分にも、人違いだったらいけないと言って受け取ろうとしなかった。虚しく帰郷した小気味から、 対面できず、お返事もいただけなかったと聞いたカオルは、他の誰かが浮き船を斧に隠しているのではないかと思うのだった。例外はあるにせよ、源氏物語の多くの巻が、ストーリー上のそれなりの区切りと見られるところで終わっているのに対して、この巻は、源氏物語の最終巻の終わり、つまり、全体の終わりであるにもかかわらず、特にストーリー上の区切りでも何でもないところでいきなり、 終わっているように見えるので、終わることなく、終わりを告げるなどと評されており、作者が構想通りここで完結するように書き進めてきて、予定通り完結させたのか、それとももっと先まで書き進める構想をしていたが何らかの事情で、ここで中断してしまったのか、議論になることがある。また、これに関連して、この巻が、とぞ本にわべめるという独特の終わり方をしている点も、注目されることがある。 現代人から見て、このような終わり方が不自然に思えたとしても、それが必ずしもこの物語が作られた時代においても、不自然であったとは言えないものの、鎌倉時代から室町時代にかけて山地の炉や雲隠れ六条といった本庁の続編がいくつか書かれたことは、当時の人々がこのような終わり方を不満足に感じたかもしれないから、と言われている。 大断円のような明確な終わり方ではなく、この後に、どのようなことが起こるのかを明確には示さず、読者の想像に委ねる、形の終わり方を、開けたままの終結と呼び、夢浮き橋の終わり方は、作者が明確に意図して描いた、開けたままの終結とする見解もある。ありがとうございます。